エリザベータ・セルゲイ・エブナ・トゥクタミシェワは、ロシアのフィギュアスケート選手。愛称、リーザ。2015年世界選手権優勝。2014年グランプリファイナル優勝。2015年欧州選手権優勝。トゥクタミシェワ、トゥクタムイシェワ、タクタミシェワ、トクタムショワなどと、様々な表記がされることがあるが、 日本のメディア報道や日本開催大会時の日本語での名前表記やネームコールでは、ゥクタミシェイバとされることがほとんどである。ラテン文字への転写は以前はエリザベータ・タクタマ・シェイバが使われていたが、パスポートの更新をした2012年以降はエリザベータ・タクタマ・シェイバが使われている。これは、キリル文字からラテン文字に変換するのに、 特定のルールがなく、数パターンの表記方法があることによる。帝政ロシア、ソ連時代を通じて、オフィシャルなローマ字表記は、フランス式の綴りが採用されていたが、2000年代後半あたりから、ロシア外務省のパスポート発行システムの名前を管理するソフトがフランス語ベースから、英語ベースに変更されたからである。ロシア連邦ウドムルト共和国のグラゾフで、 元スキー選手で、サッカーコーチの父と大数学と幾何学の教師の母の、元を生まれる。七年下に同じく、フィギュアスケートをしている妹、エフゲーニャがいる。2011年4月8月からは、コーチのアレクセイミーシンの人力とエムクズネツオフ、記念オリンピック基金の支援で教師の母親と、 小学生の妹をサンクトペテルブルクに呼び寄せともに暮らすようになった。この移住に伴って課題の提出と検定試験を受けることで進級できる携帯の学校に転校。最も尊敬する選手はサンドの五輪メダリストで兄弟子のエフゲニー・プルシェンコ。好きな選手や演技に浅田真央、安藤美希やキムヨナ、 ジョアニー・ロシェットなどを挙げているが、憧れの選手はいない。4歳半頃スケートを始め、地元グラゾフで、9歳の時ベルゴロドで開催された、競技会で優勝すると、世界的に著名なコーチのアレクセイ・ミーシンに見出され、指導を受けるため2週間ごとに、 片道27時間をかけこ、今日からベルテンニコワコーチと共にサンクトペテルブルクへ通うことになった。ミイシンの下ではまず全ての基礎技術を強制された。2008年ロシア選手権とロシアジュニア選手権で共に2位。2009年ロシア選手権では SP10 位から FS で124.57の 高得点を得て3位となっている。2010から2011シーズンから、ジュニアグランプリシリーズの出場可能年齢に達し参戦。初戦のブラショフ坂月及びブラウェン・シュベルターサカズキで、連続優勝を果たし、ジュニアグランプリファイナルへの出場を決める。ファイナルでは同じく、ロシア代表のアデリナ・ソトニコワに次ぐ2位に入る。 初出場となった世界ジュニア選手権でも外にコアに、次ぐ2位となった。2011年夏にステファン・ランビエールの指導で、表現と体の動きを学ぶ。2011から2012シーズン、シニアデビュー戦のスケートカナダで、初優勝、グランプリシリーズ史上で、初めてデビュー戦で優勝した女子選手となった。続くエリック・ボン・パールハイデも優勝し、 ポイントランキング1位の成績でグランプリファイナル進出を決めた。しかし表彰台が期待されたファイナルでは SP でので遅れが響き4位に終わった。続くロシア選手権でもグランプリファイナル同様に SP で出遅れ最終結果は6位となってしまうが翌月のインスブルックユースオリンピックでは立て直しアデリナ・ソトニコは親破って優勝した。 世界ジュニア選手権への出場は新たなプログラムの作成に専念するとして辞退した。2012から2013シーズン、2シーズン連続でグランプリファイナルに出場し、4位。ロシア選手権では SP を首位で折り返したものの風を引いて危険も考えたが出場し、初優勝を飾った。シニアの ISU チャンピオンシップス初出場となる。 欧州選手権では SP4 位と出遅れたが FS で1位と巻き返しトータルで3位となった2013から2014シーズンスケートアメリカでは SP の3回転ルッツマイナス3回転トーループのコンビネーションジャンプで点灯ロステレコムハイでは FS でルッツとフリップを点灯するなどしていずれも4位に終わるまたソチオリンピック選考も兼ねたロシア国内選手権では SP の3回転ルッツマイナス3回転トーループで転倒、FS では SP で転倒させた、コンビネーションジャンプを成功させたものの、3回転フリップを転倒した。同世代とジュニアクラスの対等もあり、最終順位は10位に終わり、この時点で欧州選手権にも派遣されずソチオリンピックの代表入りを逃した。2014から2015シーズン。 チャレンジャーシリーズには3試合出場し、いずれも優勝。獲得スコアでは2位以下に50点以上の大差をつけ、シリーズの最高成績者となった。スケートアメリカでは2位、中国杯では3シーズンぶりにグランプリシリーズでの優勝を果たした。グランプリファイナルでは、SP、FS のいずれも1位となり初優勝した。欧州選手権では、 SP2 位から逆転し、FS では自身初の140点台を出し初優勝。シーズン10試合目となるババリアンオープンの SP で競技会で初めて3回転アクセルに挑戦するも、転倒。SP の後に大会を棄権した。世界選手権の SP では自身初めて3回転アクセルに成功し、自己ベストを大きく更新し1位。 FS でも1位でイリーナ・スルツカヤ以来10年ぶりにロシアの女子選手として世界選手権を制した。2015から2016シーズン、スケートカナダでは SP7 位と出遅れながら FS で挽回し銀メダルを獲得。エリック・ボンパールハイはパリ同時多発テロ事件の影響で FS が中止となったため SP の5位で順位が確定した。 チャレンジャーシリーズでは最終2戦に出場し連続優勝。2年続けてでシリーズの最高成績者となった。ロシア選手権では8位に沈んだ。2018から2019シーズン、スケートカナダ、フィンランディア杯、ロンバルディアトロフィーと参照し、NHK 杯にも初出場して3位に入賞するなど好成績を残す。 4年ぶりに進出した GP ファイナルでは3位に入賞し、銅メダルを獲得した。3回転アクセルを含む6種類の3回転ジャンプを飛ぶことができる。また3回転ルッツマイナス3回転トーループのほか、3回転サルコーマイナス3回転トーループ、3回転トーループマイナス3回転トーループの3種類の3回転3回転のコンビネーションジャンプをプログラムに、 入れることができる。ジュニア時代には、フリップジャンプが踏切で、アウトサイドになる癖もあったが、シニアデビュー以降に、なお2010年夏の合宿中の練習では3、回転アクセルを少なくとも一度は成功させているが、2010年、ロステレコムハイエキシビションのオープニングで数回、2011年7月8日に、 行われたミーシン一門のエキシビションショーで2011から2012のフリープログラムの冒頭で 3A に挑戦するがすべて転倒か不発に終わっている。軽快なジャンプが評価される一方でリンクの使い方が小さいといった弱点も指摘されており2012年5月にはカナダへ渡りデイビッド・ウィルソンにフリープログラムの作成と指導を依頼。 2015年世界選手権ショートプログラムで女子シングル史上6人目となる3回転アクセルに成功した。なお、世界選手権での成功は伊藤緑、トーニャハーディング、浅田真央に次ぐ4人目、ショートプログラムでの成功は伊藤、浅田に次ぐ3人目の快挙となった。またこのショートプログラムは女子シングル史上初の4度の3回転ジャンプを 成功させた演技となった。2019年フィンランディア杯では、2010年バンクーバー五輪の浅玉を依頼となる SPFS 合わせて3度のトリプルアクセルに成功している。ありがとうございます。